要件を聞こうか。野良猫くん、ニャイドル、説明しましょうか。招き猫、監視から半年、未だにツバメは姿を現さない。エネツヨ、学校行きなさい。何のグラフか教えてください。ラブコメでの相手からの好感度、猫背、この前言うと切れたしな。授業参観で先生に当てられたくない時の俺、先客の対応中に次の木こりが斧を投げてきた。初めて喋った言葉がパパだった。向いていない職業、高所恐怖症のパイロット、船酔いする漁師、車を傷つける修理業者。絶対青信号だったわ。ますますわからないお店になってしまったわ。ドン・キホーテじゃん。下の階に引っ越してきた人を歓迎する。犬の動画見てたじゃん。6階チェンジしたら数人の男に連れて行かれたのでござるの巻。1階総理やってみろってんだよな。初めて見るゴールなのでとりあえず比較から入る。花セレブで稼いだお金で一生遊んで暮らす。あのレベルの子たちって何教えても吸収するからほんと気持ちいいよ。そうですね、だからカービィは可愛いんですよ。僕と契約して魔法少女になってよ。妹を探してるんだろ。ノリナ、猫型に切り取り猫を流し入れると癒しの完成です。実写版トムとジェリー、五輪中です。せっかく橋本環奈さんがいらしたのに、やっぱり何か引いた気がする。もしもし、息子を返してほしければ10万円払え。むしろ100万円あげるから引き取ってよ。いつでもカメラ回ってると思うなよてめえ。週1、2時間うちに帰れる。俺はカードで死ぬなら本望だ。リボ払い中毒者、禁煙3日目、先週最終回だった。